どうもこんにちは。今回も幸福の科学さんからこんな本をいただきました。閻魔様が待っているって本ですね。これを読むとね、結構怖い地獄のイメージがこうやって書いてあるんですよ。で、将来良くないことをした人は閻魔様に裁かれて、閻魔様の感情と偏見のまんまに天国地獄に振り分けられて、理不尽にもひどい仕打ちにあるってことです。まあその中ではこういうふうにね、数々の火炙りとかね、切り刻まれたりとか、食べ物が与えられなかったりとか、とにかくね、人間に苦痛を与えることをやるんですよ。でこれ楽しいんですかね、閻魔さんはね。できればこういうのっていうのは現代社会においてこういった形でね、なんかわかんないですけども、報いを受けさせのことをすればいいんですけども、だって死なないとこうならないんだったら、それ生きてる間めちゃくちゃやりますよ。あんまりいい方法じゃないですよね。地獄に落ちた時までその刑罰が先延ばしっていうのはリアリティがないんで、地獄に落ちようがどうしようが知ったこっちゃねえよ、この世の中が楽しければいいんだみたいな考えを助長するんじゃないかなと思いますけどね。だからこうなんか悪いことをして人をドーンと叩いたら、後ろからね、閻魔様が手を伸ばしてきてボーンと叩くみたいなことをすればもうなんかいいんじゃないかなと思いますし、何かことを起こそうとした時にね、閻魔様がブワンと現れてやめいとか言ってくれたら、それでいいんじゃないかなと思うんですよ。プーチンやめ、ロシアウクライナに侵攻するのやめってね、言ってくれたらみんなが幸せなんですけども、なんかね、世の中で起きる悪いことを見過ごしといて、見逃しといて、いわゆる容認してるわけですよ。これっていうのはね、よく警察のパトロールが一旦停止とかシートベルトとかスピード違反をするまで隠れてずっと見ておいて、違反をした人、おい待って待ってっていうようなもんじゃないですか。それこそ誰にでも分かるようなところにおまわりさんが立っている、閻魔さんが立っていれば、やべえやべえと思って犯罪そのものがなくなると思うんですよ。そっちの方が大事じゃないですかね。だから犯罪が起きるのを待っていて、起こしたらしめしめっていうんじゃなくて、事前に犯罪を犯すことを止めてくれるのが閻魔様の仕事だと思うんですけども、なんかね、職務怠慢ですよね。過去に遡って、お前は昔こんなことをしただろうかって、え、そんな昔のこといいじゃないですかって私としては思うんですけども、いかがでしょうか。閻魔様、本当にあなたを待ってるでしょうか。あなたを待ってるのはブッダかもしれませんよ。